はい、皆さんこんにちは、仮面の形です。はい、今回ですね、野原工芸のペンの山桜の経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、野原工芸さんのペンの経年変化をそっと見守る会の皆様、お待たせしました。まあ、今回ですね、自分が持っている山桜の最新の様子を皆さんに紹介したいなと思うんですけど、はい、この動画なんですけどね、まあ、ずっとついてるシリーズになります。まあ、ぜひ過去のやつに遡って順番にご覧いただけると嬉しいんですけど、まあ、今回の動画初めてご覧になるよという方もいらっしゃると思うんで、まず最初ですね、まあ、こんな感じの経緯で手に入れたよというのと、あとはあの山桜についてちょこっと紹介したいなと思います。でその次なんですけど、実物をボーンと出してみて、はい、これは自分の思いが入るかもしれないんですけど、まずは主観的に経年変化の方を見たいなと思います。でその次なんですけど、なるべく前回と同じようなアングルと照明光を元で撮った写真があるんで、今度は写真同士を比較しながら客観的に経年変化の方を見たいなと思います。でラストなんですけど、まあ、ちょこっとですね、まあ、最近の野原工芸さんのまあ動向とか、あとはまあ自分が感じたこととか、いろいろと紹介の方をしたいなと思います。はい、というような感じで、まあこんな構成なんですけど、特に最初の方ですね、はい、これは経年変化の動画、自分のやつずっと追いかけ続けてられている方にとっては、まあ、ちょっとおさらい的な内容になるんで、まあ、その部分はまあスキップしていただいても構わないですし、あとはまあ倍速再生とかですね、まあ、そんな感じで楽しんでいただいても構わないです。はい、まあ、いろんな方がね、まあ、いらっしゃいますけど、今回の動画もぜひ最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい、ということでね、まずはですね、まあ、こちらのサムネからご覧ください。はい、それがこちらになります。はい、これがね、まあ、ついに野原工芸デビューということで、これが2020年の9月あたりの時でしたね。はい、まあ、全然野原工芸のペン買うつもりでも何でもなかったお店なんですけど、はい、フラッと立ち寄ると、なんと野原工芸のペンが置いてあるというような、まあ、奇跡みたいなことがありまして、まあ、一番人気のノック式のタイプじゃなくて、機能のロータリータイプという、まあ、ちょっと短いサイズのやつなんですけど、はい、見つけることができました。まあ、この時3つあった感じで、うん、そもそも買うべきかどうかっていうのも含めて、いろいろツイッター、これ便利ですよね、アンケート機能がついてて。はい、まあ、これでやったところ、まあ、買うべきという感じですし、あとは樹脂に関してはまあちょっといろいろ悩んだ感じなんですけど、山桜、はい、まあ、これ桜っていうタグがついてるんですけど、山桜です。はい、まあ、これを迎えた感じです。でちなみに野原工芸さんはいろいろとペン、樹脂を扱われてるんですけど、はい、まあ、経年変化があんまりないやつに関してはまあ星1つとか、まあ、星でまあその度合いっていうのが表されてます。まあ、多いやつは星4のまあクワとかあったりして、まあ、それも自分はまあ後ほどね、まあ、この動画の後とかで、まあ、野原工芸のペン手に入れたりとかしてね、まあ、同じように経年変化の動画とか追い続けてるんで、まあ、それらを参考にしていただけるといいんですけど、はい、まあ、この山桜っていうのが星2で表されてるんですよね。ちなみに星3の欅っていうやつも自分紹介してます。はい、まあ、ぜひ気になったやつご覧いただきたいんですけど、まあ、星2なんでね、まあ、そんなにすごい変化するというわけではまあないかなという感じになってます。はい、でもですね、まあ、これ手に入れたからまあ嬉しくてですね、はい、まあ、ずっと経年変化を今に至るまで取り付けているような感じになります。で今この動画収録しているのが2022年の1月のもう後半です。で今回が約16ヶ月後なんですよね。はい、もう1年をまあ超えてきた感じなんですけどね、まあ、果たしてどんな感じになったのかというやつです。はい、でまあこれね、サムネなんですけど、こんな感じでやってます。はい、まあ、これが1ヶ月後の時ですね。はい、まあ、ここのところがもうずっとカウントアップしていって、まあ、今回まだ作ってないんですけど、16ヶ月後になるような感じになります。まあ、これがね、まあ、1ヶ月後で、まあ、これが半年経った時かな、6ヶ月後のやつです。はい、まあ、今後も1年、2年、3年とやっていけたら嬉しいかなと思うんでね、まあ、ぜひモチベーションの意味でも自分の方を応援していただけると嬉しいなと思います。はい、という感じで、まあ、ここまでが経緯なんですけど、じゃあね、実際16ヶ月経ったやつ出してみましょうか。はい、それがこちらになります。じゃーん。はい、まあ、約なんですけどね、まあ、16ヶ月をこんな感じに、まあ、なった感じなんですけど、そうですね、まあ、そんなにもうなんか変わらないような感じなんですよね。まあ、特に前回と比べるともうそうなんですけど、まあ、でも最初と比べると、まあ、だいぶ濃くはなってきたかなという感じはします。はい、まあ、こんな感じで、まあ、ずっとね、結構自分はこれ手帳の横に刺して使ってます。じゃあちょっと出してみましょうか。 M5 手帳、はい、出したいなと思います。
じゃーん。もうちょっと耳のオプションとかね、なんかこういうのはビヨーンとしたやつ、まあ、つけたりはしてるんですけど、はい、まあ、例えばこれあの M5 手帳のまあ一般的な割とサイズのやつなんですね。まあ、この横のところにですね、まあ、これあのペンループとかにこういう風に刺してみるんですけど、いかがですかね、これ。はい、むちゃくちゃこれバッチリ合いますよね。はい、もうこんな感じでもう超シンデレラフィットです。はい、しかもこれあのロータリータイプのこれボールペンになるんでね、まあ、結構大人の方で割とこの M5 手帳のユーザー多いと思いますしね、まあ、ぜひ M5 手帳のユーザーの方はこの野原工芸のね、はい、あのロータリータイプのボールペン、こんな感じで非常にあたりも済んでおすすめしたいなと思います。まあ、ここのところをひねるとこの先端が出てくるような、まあこんな感じのやつです。はい、結構まあ質感もいい感じですね。まあ、個人的にはまあ、木のぬくもりを感じていいやつになるんじゃないかなと思います。なかなかこれにね合うようなペンっていうのは結構少なかったりもするんですけどね、まあ、その貴重なまあボールペンなんじゃないかなと個人的には思います。はい、というような、ねまあ、感じなんですけど、じゃあ次はですね、はい、まあ、いよいよなんですけど、まあ、メインなんですけどね、まあ、前回と同じような、まあ、アングルと照明光の元で撮った写真、はい、まあ、これ同士をちょっとねあの比較していきたいなと思います。はい、ということでね、まあ、これねちょっとね、まあ、実はですねこれ始めた時なんですけど、あの旧カメラで撮ってました。で途中からあの新カメラにまあ切り替えた感じなんですけど、まあ、ちょっと未練があった感じでね、まあ、ずっとあの旧と新をあの並行してずっと今まで来ている感じなんですけど、うん、今回どうしようかなっていうのをねこれ正直ですね、まあ、結構悩んだんですけど、はい、あの旧今回もね、まあ、ちょっと出そうかなと思います。で旧環境ね自分どんな感じのカメラで撮ってたかというと、あの実はこちらになります。じゃーん、はい、まあ、iPhone のねこれ古いやつなんですけどね、まあ、多分これ7だと思うんですけど、はい、まあ、これで撮ってたんですよね。実はねこれ自分最近機種の方をね変えました。はい、なんでね、まあ、これもうちょっとねもう手元にまあ、出すか出さないかなんですけど、もう残すことにして、まあ、これ生きてる限りですね、まあ、ちょっと旧の環境は追いかけ続けて出していこうかなと思うんでね、はい、ぜひ皆さんまあ、いろいろ、まあ、これやめるかどうしようかちょっと悩んだ感じなんですけどね、まあ、ちょっとこの旧環境、まあ、これが動く限り続けていこうかなと思うんでね、まあ、これ潰れた時はねもうそれが止まったりもするんで、まあ、止まった時はこれが潰れたなと思っていただけるといいなと思います。まあ、でもこれもねもう何年か使ってたんですけど、割と、うん、綺麗には使ってたとは思うんですけどね。はい、まあ、これをずっと愛用して、まあ、これと共になんか歩んできたような感じになります。はい、ということでですね、じゃあこの旧のやつですね、はい、まあ、それで撮ったやつを出したいなと思います。まあ、左右にこれ出しますね。はい、まあ、これが0ヶ月目の時です。じゃあここのところはカウントアップ、はい、結構あるんですけどね、やっていきたいなと思います。はい、いきますよ。はい、0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12、はい、まあ、これが1年ですね。はい、でそこからですね、まあ、13 14 15と来て、はい、まあ、今回の16ヶ月目、こんな感じになりました。じゃーん、はい、これが16ヶ月です。はい、15 16 15 16 15 16 15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15と来て16ヶ月。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、ずっと歩んできた感じですけど、いかがですかね。もう最初の頃と比べるとやっぱりちょっとコントラストがですねもうなくなってきて、まあ、濃くなってきたかなというのは分かるんですけど、うん、一個一個のこういう風な変化ですね、もうこれは本当に微々たるものだなと思います。はい、まあ、こんな感じで、まあ、一応続いてるよっていう感じです。はい、じゃあちょっとこの辺はねちょっと置いておきたいなと思います。はい、でね、まあ、途中でですね、まあ、新しい環境の方にしました。まあ、それを出したいなと思います。はい、まあ、これが7ヶ月目の時だったんですけどね、はい、まあ、ちょっと環境の方いろいろ変えたりとかもしたんで、まあ、その時に合わせて、まあ、こんな感じで変えました。まあ、これが7ヶ月なんですけど、はい、これもですね、まあ、同じくここのところをカウントアップしていきたいなと思います。はい、7 8 9 10 11 12 13 14 15ときて、はい、今回の16ヶ月目こんな感じになりました。
はい、16ヶ月なんですよね。はい、まあ15、16、15、16、15、14、13、12、11、19、8、7、7、8、9、10、11、12、13、14、15ときて16と。はい、まあこんな感じの変化なんですよね。まあ同じくそうですね、まあ15、16のこの変化っていうのはあまりまあこれは見えない感じなんですけど、そうですね、まあこの7ヶ月後からまあこの、ごめんなさいね、これ15ですね、まあ16ですね。はい、まあこれご覧いただけると、やっぱりこの辺のコントラストですね、まあこの辺がちょっと淡くなってきて、さらに濃くなってきたかなっていうふうなイメージがやっぱりつく感じですよね。はい、なので本当にわずかわずかながらなんですけど、じわ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 経年変化でまあ変化の方をしてってるなと思います。うん、この感じでいくとだんだん濃くなっていくようなタイプのやつかな。はい、なんかそんな感じがしますね。はい、でまあオイルとかね、今のところちょっとまだなんやかんや言いながら塗ってない感じなんですけど、まあどうしようかな、塗ろうかなとかなんかね、まあでも塗ったらなんか変化起こりそうな気もね、なんかするなとか、なんかいろいろそんな感じで、まあいいかという感じでね、はい、使い続けてる感じになります。はい、まあ16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5ですね。はい、ってことですね、じゃあまあ紙の方出してみてですね、まあ最近のちょっと野原工芸さんのことでまあちょっとおって思ったこととかまあいろいろあったりしたんでね、まあ紹介したいなと思います。はい、実はですね、最近なんですけどね、販売イベントの方がありました。まあこれは皆さんまあ結構サーバーも新しくなってね、まあ前回のようななんかいろいろ混乱とかもまあそこそこまあなかったかなとは思うんですけどね、まあでも早く割と売り切れるやつは売り切れましたね。まあずっと残ってたなんかスタビとかいうやつもあったりはしたんですけど、まあそれももう今現在はもう売り切れた感じで、もう皆さんあとはもう届くのを楽しみに待たれてるんじゃないかなと思います。で自分もですね、実はまあ頼みまして、まあそれについてはまたね、届いた時とかに紹介したいなと思います。で実はね、まあ注文がした後ですね、まあ、自動返信メールっていうやつが来るんですよね。で、まあ、その後なんですけど、まあ、自動返信メールっていうのは注文なんかめちゃくちゃね、バーって押して買ったとしても、まあ、一応まあ、来るやつなんですよね。で、その後お店の方がその内容をちゃんと見てですね、あとはまあ、買われた方、まあ、なんか変な方だと多分ブラックリストとか入ってたら、まあ、多分そこでキャンセルになったりはすると思うんですけど、まあ、それで OK となると注文確定メールが来ます。で、その注文確定メールに従って、入金をするっていう感じなんですけど、なんかそれ飛び越えて入金されてる方がいたりとか、まあ、自分相談も受けたりしたんですけど、うん、それはね、かえってちょっと、まあ、野原工芸さんせかすことになったりもするんでね、個人的には、まあ、それは待つべきだったんじゃないかなと思うんでね、まあ、ちょっともう、やってしまった方はもう仕方ないと思うんですけど、もう次回以降それ気をつける必要があるんじゃないかなと思います。あとはね、振り込むときに、前に注文番号を忘れたっていう方もいらっしゃるんですけどね、まあ、4桁をつけて、まあ、自分もね、同じような感じで振り込んだんですよね。だそっから全然ちょっと入金確認のメールがあれなんか来ないなっていう感じでね、あれなんでだろうってずっと自分思ってて、まあそれから1週間ほど経った感じで、さすがにちょっと問い合わせの前にちょっともう一回文面ちゃんと読んでみようかなと思ってね、まあ自分は改めてまあ文面の方を読んでみますと、はい、そうなんですよね、実は今回から入金のメールっていうのはどうも来ないような感じがするような記述が書かれてたんですよね。中には来た人いるのかちょっと分かんないんですけど、ログインした後ですね、はい、そこから注文履歴のところに、まあ、今はね、新しくなったばっかなんで、注文がまあ1個しかないと思うんですけど、今後にまあ2個とか増えてくると思います。まあ、そこのところの状態のところに、まあ、前は保留とかにね、なってたやつが、まあ、それが自分支払った後、支払い済みになってました。はい、支払い済みになってると、入金完了という感じになります。はい、なんでぜひですね、そこのところを確認していただいて、まあ、現在入金がどうなったのかなというのを確認していただけるといいなと思います。ただですね、もう入金したのにまだそこのところが保留中になっている方はこれ急いで野原工芸さんのところにですね、まあ、お問い合わせとかいただくのがいいんじゃないかなと個人的に思います。はい、ということでね、まあ、自分届くのがまあもうちょっと後なんですかね、まあ、それ待っておこうかなと思います。はい、ということでね、これ全然前書いてなかったですね。はい、ということでね、じゃあちょっとね書いてみたいなと思います。はい、ちょっと文字とか書き味とか見てみましょうか。はい、まあ、持ったときこんな感じです。ちょっと出だしはこれ油性のボールペンでまあちょっと枯れかすれることあったりするんですけど、まあこんな感じで、はい、まあこれは中に入れるリフル次第なんですけどね。はい、まあこんな感じで結構書きやすいようなコロンとしたような感じになってます。
はい、まあこんな感じですね。まあ、先端はそんなにこんな全然ブレない感じですし、個人的には割とこれ優秀なボールペンなんじゃないかなと思います。上のここのところをひねるとこんな感じに、はい、なるよという感じです。でここのところですね、まあ、ここのところをクーッとやると、はい、中を開けることができて、中に入れれるリフィルというのが、はい、まあ、こんな感じのやつになってます。はい、まあ、今入れてるのがこのシュミットのこのイージーフローを入れてるような感じです。はい、まあ、結構大きいこういうふうなリフィルが入るんでね、まあ、結構そんなにまあ、すぐになくなるということもなかったりもするんでね、まあ、個人的にずっとこれで愛用し続けてるよというふうな感じになります。はい、というような、ね、感じですね。まあ、今後もですね、まあ、ずっと続けていこうかなと思うんで、ぜひですね、まあ、ゆっくりゆっくりの変化ですけど、まあね、応援していただけると嬉しいです。はい、ということでね、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かった、参考になったという方は、ぜひグッドボタンを、で、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。